Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. Higuchi Kiyonori no Ware omou yue ni Ware ari. 今日も経営者で日本一のポッドキャスターの樋口さんが今思うことを語ります。語ります。はい。何かしら。いやー、ということで今日もやっていきたいんですけど、はい、ちょっとテーマを発表する前に、うん、ちょっと想像してくださいと。はい。じゃあですね、建築系の会社に勤めてる人が、うん、大工さんにお仕事発注しました、はい、っていうこと。はい、今なんかなんとなく思い浮かびました、うん、じゃあ全然ちょっと別のシーンなんですけど、うん、はい、居酒屋で、隣に座ってたおっちゃんに、うん、学生が居酒屋にいて隣に座ってたおっちゃんにおごってもらいました、うん、以上、うん、この2つ聞いてなんか思いました、うん、え何も思わないですよね。じゃあこれどうですかね。いや、昔僕学生の時に居酒屋でたまたま飲んでて本当貧乏で、で金ないなと思った時行ったらちょっと財布の中身見たら予算オーバーしちゃってて、あやべってなった時にパッて隣のおっちゃん見たらニコって笑いながら千円札くれたんですよと。いや俺大工やってんだけどお前これで飯食えよと。でまあまあまあもういらねえから返さなくていいから、じゃあでかくなったらさ俺に仕事くれよって言ってその日終わったと。でその学生がじゃあ、本当に就職して建築系の会社に入って、うんうん、で発注した大工さんがたまたまその大工さんでえってなって、で大工さんこれで借り返したことにしてもらっていいですかって言ったら OK って言ったと。この話聞いたらどう思います？ゾワッとした。ゾワッとしますよね、うん、ということで、本日のテーマです。人間はストーリーで理解する生き物っていうことなんですよ。さっき僕一個一個の事象を単体で説明したじゃないですか、うん、別になんてことない話じゃないですか、うん、おごってもらったっていう話と、うん、なんかこう発注するって普通のことなんじゃないですか、うん、でもそれをなんかこういう風に言ったらすげえエモいでしょ、うん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 、でなんか、あの時おごってもらったやつが今になって返しましたみたいな、そのおごりおごられみたいな意味付けをすることによって、うん、なんかグッとくるストーリーに急になるっすよね、うんうんうん、でもなんかね、これ人間の特性なんじゃないかなと思ってるんですよ、はあ、逆に言うと、うん、人間って物事を単体で見ることって意外とできなくてストーリーでしか見れないじゃないかって思うんですよね、はい、うん、で、まあ、もちろんこれ特性があってストーリーで見るっぽい人と、うん、そうじゃなくて見るっぽい人っていうのがまあ結構な性質としてあるって言われていて、うん、でこれ僕も最近知った話なんですけど、はい、大きくまず2パターン性質が分かれてますよと、はい、で、1つ目は僕が言ったそのストーリー的な捉え方、うん、物事をなんか、エモくこう流れで文脈で捉えがちな人、はい、でそれに対してその対照的に言うとデータベース的な物事の捉え方をに寄ってるっていう人がいて、これはもう本当に情報として、でさっきの話で言うとおごってくれたっていう情報で発注したっていう情報、その情報を無機質に捉えるみたいな性質の方がなんか得意というかそっちに寄ってるっていう人がいるらしいんですね、はい、うん、これちなみにパッと聞いて自分どっち側だなって、私絶対的にストーリー的に捉える側だと思う。でこれね、まあ、サイさんはじゃあ自己認識あると思うし、うん、僕も結構ストーリー系です、うん、だから結構感動して泣いちゃったりすることが多いんですよね、うん、だから冒頭で言いましたけど結婚式のオープニング V 見て泣くみたいな、そう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 、ね、だってただ事実を並べてるだけです、あれ、うん、何歳に生まれて兄弟がこういて、なんか背中に抱っこされてるっていう情報じゃないですか、そうそう、お父さんお母さんの背中に抱っこされてる、うん、でなんかいじめられて泣いてるっぽいみたいなあるなんですけど、うん、あれってただの画像で、そうただその人のプロフィールが紹介されてるだけですもんね、はい、だけじゃないですか、それをなんか勝手に結び合わせて今日に至るまでのストーリーを、何もそうそうそう勝手にそうです、ね、何の証拠もなく思ってるわけじゃないですか、それはそうですよね、うん、これストーリー的な物事の
捉え方ですと。で、対してデータベース的な物事の捉え方をする人っていうのは、これね、この質問で結構わかるらしくて、うん、映画とか小説とかドラマ漫画とかでネタバレしてもいいですかって言った時に、うん、あ、ネタバレ嫌だっていう人はやっぱストーリーを大事にしてる人、うん、だからオチ言わないでみたいな、自分が後で見る時に、あ、もうそれちょっと絶対言わないで、初めて見る感じで見たいから、はいはいはい、っていうのは、ストーリー的な理解の人。それで言うとどっちも、あ、え私どっちも派。あ、へえ。いや、絶対知りたくないんです、うん、ネタバレ、うん、最後のオチは、うん、でもそこまで話されてこうちょっとこう紹介されて面白そうって思ったら、はい、我慢できなくなる。ああ、なるほどなるほど、待てない、う、知りたいなるほどってなっちゃうから、あ、でもすごく嫌だけど知りたいみたいな。あ、それで言うと、知りたい、ワクワクするってことはストーリーを重視していることになります。まあ、そうですね。それで言うと、でデータベース型の人って、うん、ネタバレを知ってても知らなくても、うん、同じくらい楽しめるんですよ。あ、それで言ったら、はい、そりゃ知らない方がドキドキしながら見られますよね。だから、あれとかもそうです。僕 M1 とか、はい、キングオブコントとかで優勝者知りたくないんですよ。あ、私も絶対嫌だ、録画で見るときに、うん、ついついその録画で見ようと思ってて SNS で優勝者だけ知ることあるじゃないですか。はいはいはい、あれめっちゃ嫌なんですよ。私も嫌、はあ、どうなるのどうなるのっていうのも含めてワクワクドキドキしながら見たい。でもデータベース派の人は、うん、あのネタをネタとして見てるから、別にそこで結果は結果だからいいんです、いいんです。へえ。っていうのがあるっていう。だから、まあ、あの、まあ、大きく2つの性質って、うん、人によって違いますよっていう話なんですよね、うんうん、っていう話なんですけど、まあ、これ、あえて、これストーリー理解型の人のメリットデメリットみたいなものを僕なりに考えてみたんですね。はい、うん、で、まあ、これ本来ただの性質だから、うん、メリットとかデメリットとか特になんか、うん、あの関係ないんですけど、一応ちょっとこういうのあるなと思って、はい、あの何の学術的根拠もないんですけど、うん、僕は思っただけなんですけど、うん、まあ、まずストーリーで理解するタイプの人のいいところっていうのは、やっぱり感情にもろにガンって訴えかけてくるじゃないですか、はいはい、その物事とか、状況っていうのが、うん、だから特にやっぱり記憶に密接に関わりやすい、うん、心でに残りやすいっていうのがまず一個ありますよね、はい、うん、で、あのなんか人に感謝するとかもやっぱりストーリーなんですよ。あ、まあそうですよね、はいはい、結局相手の気持ちがわからないととか、うん、そうですそうです、共感する気持ちが持てないと、ですですです、はい、人に感謝わかんないし、うん、あの時こうしていただいたから絶対返したいみたいなものも、うん、なんかこれストーリーなんですよね、はあはあ、はい、恩があってそれに対する施し、施しじゃないかな、ああ、お返し、逆か、逆だ、施しに対して恩が、手の返し、はい、うん、これってなんてかこうドラマですよね、うん、はい、うん、的に捉える。だから、やっぱ感謝の気持ちとかをこう素直にこう、うんうん、なんていうか出しやすいと。なるほど。でデータベース的に捉えたら、うん、あのもらったっていう情報とがあるわけだから、うん、そのなんていうんですかね、それになんかエモい感情みたいなものがやっぱ乗っかりにくいですよね、うん、っていう感じですよね、うん、はい。で、まあ、あとは、僕はストーリー理解型だから、うん、同じようにストーリー理解型の人に物事を伝えるときにストーリーで話すみたいなことがやっぱ、はい、自分がそっちだからやりやすいですよね、うん、はい、まあ、そういうのがありますよと、はい、でこれ問題デメリットの方なんですよ、はいはい、僕はなんかここが結構今日したい話で、うん、あのどうしても関係ない物事をストーリーでつなげちゃうから、はい、間違った理解をしがちっていう。ああ、そこ実はつながってないのにっていうところまでつなげちゃってるかもしれない、はい、そうなんです、そうなんです。いや、これ結構、まあ、今からいろんな例えしますけど、うん、多分これ、どれか、思うことあるんじゃないかと思ってますね、うん、いや例えばじゃあ、何でもいいですけど、幼少時代にいじめられてた人がいると、うん、でこの人が大人になってとても仕事を頑張っているっていう情報を聞いた時に、勝手になんか決めつけちゃうわけです。あ、僕の中で、うん、なんかいやだから幼少時代にいじめられてこう大変なあれがあったんだなと、それをやっぱこう大人になって、過去にいじめられたことをバネに仕事を頑張るっていうことで社会に対する影響を及ぼしたいと思ってる、悔しかったんだろうな、頑張ったなって勝手になんかこう、なんていうんですかね、結びつけちゃってるというか、なんやったらちょっと美徳にして、でお前よくやったなっ
っていう感じで言うんですけ ど、うん、本人からしたら、え、別になんか金欲しくて仕事 してるだけでかもしれん、はい、そうですね、はい、それとこれとは何の関係もありませんけど、何の関係もないです、っていうこともあるかもね、はい、そうでもないぞみたいな、うん、なんかあったりとか、うん、あるやろし、うん、あとこれはね、本当に現実僕が最近体験したというかあったあれなんですけど、はい、今子供が赤ちゃんなんですね、はい、でミルクをやるわけですけど、うん、うちの母親が、まあ、ミルクやってくれるわけですよ、うん、まあ、これありがたいんですけど、で母親ミルクやってたら途中で飲まなくなるわけです、うん、やっぱちょっと眠かったりしたら、うん、哺乳瓶入れたやつが途中で飲まなくなるみたいなとかって、うん、たら母親がなんで飲まないかな、なんで飲まないかなって言ってるんですよ、うんうん、たらあ、冷えてきたなってなって、うん、で電子レンジでちょっとだけチンするんですね、うんうん、たらあったかくなるじゃないですか、うんうん、で飲ませてたら、うん、あ、ちょっとごくごくまた飲み始めると、はい、たら母親は冷えたら飲まないって思ってるわけです、あ、はい、だから冷えたら飲まないからあったかくしたら飲むよねって言ってるわけですよ、あ、でもここに何の根拠もないんですよ、まあ、そのこれまでに何回も何回もそういうことがあって、うんうん、まあ、その検証結果に基づいてっていうことかもしれないですけれども、はい、ここただ赤ちゃん本人が、はい、あ、もう冷えたミルク好きじゃないよって言ったわけじゃないですもんね、言ったわけじゃないですよ、たらもう母親はもうそういう頭になってるから、うん、で、だから、飲まなくなったら必ずチンしていくわけです、うん、でも妻からするといや飲むけどねみたいな、お母さんああ言ってるけど、うんうん、いや飲むけどね別に冷えててもみたいな、たまたまもうお腹いっぱいだったんじゃないと とかあとは、うん、ただもしかしたら、関連性はあるかもしれなくて、うん、チンすること、いや要は温度が関係しているわけじゃなくて、例えばですけど一回やめる、あ、休憩したかったのかもしれないね、そう、でもしかしたら、数十秒後に、休憩した後に飲ますってだけで飲み始めるかもしれないじゃないですか、これってでもやってることは一回口から離してチンして戻ってきて飲ませてるわけだから、うん、毎回チンしてるわけです、うん、ただ休憩っていうことと温度を上げるっていうことが結びついちゃってるから、うん、はあはあはあ、どっちに因果関係があるかっていうのは検証しないまんま、うん、なんとなく実際そうなってるから、うん、そう認識してるわけです。そうか、はい、で怖いのが、はい、一回そう認識しちゃうと、温めても飲まないから、うん、今日ちょっとおかしいってなるんですよ。あ、なるほどね。いやいや、なんでその根本的な、は、一回最初決めたやつを疑わずに、うんうんうん、なんか最初勝手に決めたことを正しいとして、うん、それじゃないことが逆におかしいみたいななるから、うんうんうん、これって なんか何を根拠に誰が何を言ってるのみたいな感じになるんですよ、うんうんうん、こういうことあるなと、確かにね、はい、なんですよとか、結びつけちゃってるだろうな、もういろいろと、めちゃくちゃ結びつけてると思いますよ、うん、特になんかこう根拠がないけど信じるしかないとかで、赤ちゃんとかって自分で声出さないし、あと動物とかもそうですよね、うん、こういう時にこうしたら絶対こうなるからこれはこうみたいなことって多分めちゃくちゃあって、うんうん、でそれで言うと、まあ、これは、岡田斗司夫さんっていらっしゃるじゃないですか、はい、もう本当文化人の知識人の岡田斗司夫さんの YouTube で僕たまたま見たやつなんですけど、うんうん、これ面白いなと思ったんでちょっと紹介したいんですけども、うん、ですね、僕らはいかに勝手に、結びつけてるかっていう因果と相関っていうことが分かってないっていう話なんですけど、うん、アイスクリームが売れると溺死者が増える、うん、これ聞いたことあります？ない。アイスクリームが、売れれば売れるほど、うん、要は水で溺れて死ぬ方ですね、溺死者が増えるらしいんですよ、うん、はい、っていう、そう、でこれって因果関係ありますよねと。で、うん、じゃあ溺死者を減らすためには、うん、アイスクリームを売らないようにしよう、うん、みたいなことを考える人がいると、うん、これっていろいろおかしいですよねっていう話をしていて、ほうほうほう、これまず分かりますかね。ああ、アイスクリームが売れる、はい、イコール、はい、気温が高くなる、そう、そうすると要は、うん、そう、夏になるとなってくると川とか水遊びする人が増える、 そうすると、うん、やはり水の事故とかそういうものも増えるから溺死者が増えるという、そういうことなんですよ。その A 地点から、はい、その例えば、まあ、アイスが A としたら、はい、
歴史が D の点としたら、はい、A と D が直結してるんじゃなくて A は B、C、D とか経由してからの、そういうことです、 E って言ってた私そう、そういうことよね、そういうことです。だから、本来因果関係で言うと、はい、気温が上がったらアイスが売れるっていうのは因果関係ですよね、はい、で気温が上がったら、泳ぎに行く人が増えるから歴史者が増えるっていうのが因果関係なんです、はい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 、だから本当はその僕がさっき言った2つって、うん、因果関係じゃなくて相関してるだけなんです。そうですね、だから片方をいじっても片方が変化しないんですよ、うん、はい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 、はい、そうね、アイスどんだけ売らなかったってかそこ関係ないんだから、そういうことです。でもこれって、理論上今つながってるから、うん、なんとなくこれおかしいだろうと思うけど、うんうん、なんとなくそれっぽいような因果、なんか事柄が2つあったら、はいはい、なんか因果関係あるんじゃないって勝手に結びつけちゃうよねっていうのが怖いね、うん、それで思い込んでしまうっていう、でこれが正しいんだと、そういうことです、思ってしまうことがあるかもしれません。これはまだ今となってはいろんな論理学だったり、うん、科学だったりが、発達しているからそう思っちゃいますけど、うん、じゃあどうでしょうと、1000年前2000年前、うん、占いの世界、そうですね、うん、こっちから風が吹いたとき必ず戦争に勝つみたいなのがあるじゃないですか、はい、これってもしかしたら、うん、今言ったような一個の因果関係をもとに相関してる可能性があって、ありますね、はい、各国から風が吹いてるっていうことは多分気温がこうこうこうで、うん、季節がこうで太陽、あ、気温がこうで天気がこうで、数日後はこんな雲がやってきて、はい、いついつ雨がこう降ってとか、そうそうそう、そういうのが回り回ってつながってるってことがね、はい、でも占いってこうだったらこうって直結して、なんかそれを信じちゃうじゃないですか、はいはい、こういうことってあるなって思ってるんですよね。で今僕これ占いとかで言ってますけども、うん、さあどうですかと、皆さんの身近にないですかって話なんですよね、うんうん、そう考えると、はい、全てが当たり前って、もうこれがだって常識じゃないって思ってること自体が怖いですよね、はい、そこにさ、はい、本当にこう A と B ってだって A があるから B じゃないって思ってることが、うん、はい、いやいやいや、繋がってませんよってことが実はいっぱいあるかもってことでしょう。さあどうでしょうと、お、怖、皆さん政治の世界、お芸能の世界、そう、ね、あの人がこうしたっていう一個の事実と、あの人、いや、あの会社がこうだったって一個の事実を勝手に頭の中で結びつけて、それっぽいストーリーをつけて、さも因果関係があるかのように言って、人々を扇動してる人いないですかっていう話です。本当だうわー、でも情報にもしかしたら踊らされてるのかもしれない、はい、そうなんですよ。これ怖いのが、うん、事実は事実で本当に合ってるから、うん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 、A と B ってだからそれが本当につながってるのか、はい、直接つながっている話なのか、はい、そこを見極める力がないと、はいはい、えらいことになりますってことよね。で勝手に言ってるだけの可能性ありますと。うー、いやー、これはね、あんまりもう具体例を、いや、何個も言うとあれなんですけど、うんうん、それこそあの本ですよ、うん、我らが相方の青柳孝也が書いた、青柳大先生の、大先生 の、あの Z 世代のネオホームレスっていう本にもあったんですけども、はい、うん、いや、これで一個僕すごい印象に残ってるエピソードあって、はい、Z 世代の、まあ、ホームレスになった、うん、人がいるんですね、男の子がいるんですけど、その男の子にインタビューをすると、うん、僕はホームレスですって言ってるんですよ、うん、あ、はい、ありましたね、親に虐待を受けたホームレスです、はい、うん、って言ってるんですね、うん、で毒親で、うん、ひどい仕打ちを受けて僕はこうなりましたって言ってると。でなるほどなるほどって思った青柳医師は、うん、お母さんにもインタビューに行くわけです、うん、ただお母さん側の目線で言うと、うん、いやいや、あれはホームレスじゃないですよと、うん、ただの家出ですと、うん、だって、帰りたい時に家の鍵を開けて帰って家の飯を食べて、うん、でまた出かけていくわけだから、うん、これ家あるでしょと、うん、あれはただの家出ですと、うん、で、虐待虐待って言ってますけども、親皆さんこういうことするでしょっていうような普通のことをしてるんですよね、うん、ただなんかした時に叱ったりとか、うんうんうん、で、まあ、強く言ったりとか、これを虐待って言われれば、それは虐待って見ることもできますけども、うん、私は虐待と思ってやってないですと、うん、皆さんの家庭でもこれぐらいあるでしょみたいな言い方をするわけです、はい、これってどう思うかっていうのは認識でしかなくて、うん、そうですね、はい、親は同じことを同じ場面で同じ瞬間見ていて、うん、虐待じゃないし、うん、家出って言ってるわけです、うん、子供は同じことを見ていて、うん、家出じゃなくてホームレスだし、うん、これは虐待って言ってるわけです、うん、これって正解があるわけじゃなくて、うん、認識しかないんですよね、うん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 、はい、
だから同じことを体験しててもこんなに曖昧なのに、うん、見たこともないところで何か起こってるのを誰かが言ってるものを聞いただけで、うん、絶対こうに違いないって勝手なストーリーでつなげてさも、革新的な何かのように言って、うん、皆さんさあできますかっていう怖すぎてできないわでしょ。そしていろんなことを本当にこれ正しいのってやっぱり、はい、まあ、疑って全てを疑ってかかりなさいとは思わないけれども、はい、そういう目線は絶対必要ですよね。全くその通りです。だから、ね、そうだから疑ってかかるっていうので言うとただのこう半信半疑で疑り深いやつになりましたけど、うん、一旦信じるけどそうじゃないかもしれないなっていうのを同時に思っとかないと、そうそう、それはね、そうですね、ただの信者になって危険ですよっていう話ですね、うん、だからこれがストーリーで理解するっていうことは、まあ、人間にとってとても重要やし、うん、とてもなんていうんですかね、こう意味があるし、うん、そもそも人間って意味がある意味がない以前にストーリーでしか理解できない生物だと僕は思っているんですけど、うん、これが絶対だと思うと危険ですよっていう話でしたね、うんうん、って言うとそれっぽく聞こえないですか。どうですか。ぽいぽい。ぽいよ。ストーリーで受け止めた。はい、でしょ。いや、でもちょっと、いろいろと考えさせられちゃうな。でしょ。はい。すべてを正しいと思い込まず、その、はい、その事象もそうだけど、自分の考え方も、果たして正しいのかと、思いながら、はい、ちょっとね、客観的に 見るっていう目線は必要かもしれない。はい。まあ、全部嘘っすよ。出た。出ましたよ。はい、この話はフィクションです。さあ信じるか信じないかはあなた次第です。あなたのストーリー理解次第ですということで、はい、本日の、樋口清良の我思いゆえに我あり、人間はストーリーで理解する生き物でした。 Tokyo Music Lab Music Trivia You Can Use Starting Tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.